さんこんにちは、アコースピア清水です。今回のギターレッスンカフェはパッドメッセニーのターゲットノートアプローチについて説明します。早速レッスン動画をご覧ください。どうぞ。では具体的なフレーズについて説明したいと思います。まずターゲットアプローチのコンセプトなんですけれども、2つの音、例えばこことここの音、この2つを結んでいく、つないでいくという意味です。例えば普通の、アプローチですと、スケールでつなぐ、こういうものが考えられると思うんですけれども、パッドの場合は例えばこういうフレージングになります。今のフレーズのちょっと説明をしてみたいと思います。まずこのスタートの音から始まりまして、一回クロマチックで上って降りて、でその後にこういうふうに弦をまたいでいきます。弦を移動していきます。1弦2弦3弦という形で、でここまで来ました。でその次に半音上がり、これまたクロマチックのフレーズですね。そして4弦に一度下がると思いきや、また3弦に戻り、これまたクロマチック、2つの音でクロマチックで、最終的にここの音にたどり着きます。ここからここです。ではこのコンセプトを使ったパッドメッセニー的なフレーズをいくつか弾いてみたいと思います。いかがでしたでしょうか。今のコンセプトの中にはですね、簡単なアイデアがたくさん入っていまして、その積み重ねで今みたいな難しいフレーズに聞こえています。最初難しいと思っても、その簡単なアイデアのコツさえ覚えれば、皆さんもパッド目線に見たく弾けるということになります。ぜひ練習を頑張っていただいて、かっこよく弾けるようになってください。それではまた次回お会いしましょう。Wow.